こんにちは、ケイドラです。今日は年内最後のモンストニュース解説やっていこうと思います。早速来ましたね、超獣神社の新限定キャラから見ていきましょう。まず開催期間なんですけども、1月1日0時から1月4日火曜日の11時59分までとなっております。今回のおまけなんですけども、トラベルベルが追加されました。ということで新春限定はこちらネオですね。イラストの部類で言うとアルセーヌ系かなと思ったんですけど、かっこ可愛いキャラが来ましたね。そんなネオなんですけども、キャラクターボイスは水瀬いのりさんが担当しております。では2形態あるんでリバースモードから見ていきましょう。水属性の新春限定キャラとなっております。性能が貫通ゲージパワー型、ラックスキルがクリティカル、アビリティがアンチワープ超マインスイーパーノーダミヒールパワーオーラ、ゲージで超アンチ減速壁、アンチ転送壁、ドレイン壁 SS ターン短縮、ストライクショットは触れた壁面数に応じてパワーがアップ、触れた最初の敵を打撃し吹っ飛ばす、重力プラス8ターン、友情コンボがマーキングミサイルと超絶電撃ですね。こんな感じで盛りだくさんあるんですけども、まずアビリティが8個ありますね。めちゃくちゃ多いです。では1個1個新アビリティ見ていきますと、まずはノーダメヒールですね。敵が攻撃してきたターンにネオが攻撃受けなかった場合 HP5000 回復します。なのでホーミングとかはねかわしにくいんですけども、レーザーとかだったら結構当たらないことあるんで、それによって HP 回復ができます。でパワーオーラというものは残り HP80% 以上の時発動します。発動すると殴りだったり友情コンボの威力が 1.5 倍、しかも HP が 50% の時にこのキャラが動いてハート回収だったりドレインで HP80% を超えれば常時発動します。次アンチ転送壁は最近出てきたマルクとカイの転送壁のアンチギミックですね。転送壁に触れても転送されません。最後壁 SS ターン短縮は触れた壁面数に応じて SS ターンが短縮されます。最大で4ターンですね。こんな感じで盛りだくさんあるんですけども、まずアンチアビに関しては4つありますね。ワープマイン減速転送壁、まあ来年以降は多分転送壁のギミック結構増えてくると思うんで、それを先行してアンチアビをもらいました。来年1年めちゃくちゃ接待が入ると思います。HP 回復もできるし殴り火力も非常に強力です。 SS なんですけども、触れた壁面数に応じてパワーがアップなので、カマエルの SS とかと同様に4面触れてあげると最大火力になります。ただ自身が動くので、雑魚が残ってると結構 SS 打ちにくいし、4面触れてから弱点当てるのって結構難しいと思うんで、まあ2触れとかね3触れがメインになってくるとは思うんですけども、4面触れて SS を打つことができれば、まあ、ゲージとかもぶっ飛ぶぐらいの火力が出るっていう風に言ってました。これは楽しみですね。友情コンボなんですけども、アンフィア同様にマーキングミサイル持ってますね。ただパワー型なんでアンフィアと同威力なんですけども、パワーオーラによって威力が 1.5 倍上がってます。これはまあめちゃくちゃ強いですよね。それプラス新友情超絶電撃を持ってます。これに関しては電撃の範囲と威力がアップしてるっていう風に言ってました。持ってるもの全体的にめちゃくちゃ強いんで、来年1年大活躍すると思います。多分新春キャラでパワー型って初なのかな、あんまりイメージないんですけども、まあ、パワー型を感じさせないぐらい友情火力があると思います。お次こちらですね、ハローワールドモードを見ていきましょう。反射の砲撃型、ラックスキルがシールド、アビリティがアンチ魔法陣、アンチ減速壁、バリア、ストライクショットがオールアンチ加速状態にする、6プラス6ターン、友情コンボがリフレクションリングと超強砲撃ダウンブラストをもらってます。まずアンチアビなんですけども、魔法陣減速なんで結構ニッチなアンチアビですね。どこで使おうかなっていう感じなんですけど、 SS が6ターンで打てるオールアンチを持ってるんで、まあ実質ブロック以外はほぼ無効化できるかなと思います。まあ味方にね SS 短縮弾とか SS 短チャージのキャラがいれば、まあ、常時 SS を打てるんで、そういう活用方法もあるかなと思います。で友情コンボがですね、まあこれは使ってみたを見ないとわからないんですけども、相当威力も高くて範囲も広くて強力だと思います。まあ概要としましては、触れた味方を追従し壁に反射して画面内に広がるっていう風に言ってました。なので画面全体がこの丸いリングでなんかブワンブワンってめちゃくちゃ広がると思うんですけども、まあ砲撃型っていうところなんで威力も十分高いし、かなり強い友情コンボだと思います。まあこっちに関しては本当に新春の友情コンボっていう感じなんで、使うのがめちゃくちゃ楽しみですね。そしてまさかのビナー獣進化が発表されました。いやまさかすぎましたね。ソロモンとかをぶっ飛ばして先に来てしまいました。そんなビナーさんなんですけども、性能見ていきましょう。反射ゲージバランス型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超アンチワープ超マインスイーパーいる超アンチウィンド友情コンボ ×2、 ゲージで回復 M 状態異常回復 SS ターン短縮 SS ターンチャージ L、 こっちも8つアビリティあります。 SS はユグドラシルとかと同じですね。触れた敵に木の枝で追い打ち20プラス8ターン、友情コンボはクロス分身弾と超強回復弾となっております。
まず新アビなんですけども、 SS ターンチャージ L は触れた3体目の味方の SS ターンを4ターン短縮します。まあ、1周分短縮するんで、これは結構優秀ですよね。他のアンチャビに関しては全部蝶がついてます。まあ、ワープマインが出るクエストでは蝶バランス型も解放できるっていう点を見ると、めちゃくちゃ殴り火力が高くなります。持ち前の回復手段もね、優れてるんで、味方の状態異常回復だったり HP 回復もできます。 SS なんですけども、これはなんか相当威力が高いっていう風に言ってました。なのでユグドラシルと比べ物にならないぐらい倍率が高い可能性がありますね。こちらには結構期待しております。友情コンボなんですけども、クロス分身弾と調教回復弾ですね、これが友情コンボ ×2 によって2回出すことができます。2回出せるんで、そこそこ火力は出るかなと思います。調教回復弾においては威力アップ&回復量が2倍になってるっていう風に言ってたんで、1万回復しますね。そんな感じで強化されました。まあ、ぶっ壊れっていう感じではないんですけども、ちゃんと重心化によって元あった強みもね、伸ばされて救われたんじゃないかなと思います。そんな美男なんですけども、新春バージョンも今回登場します。まあ、こんな感じで振り袖バージョンなんですけども、今回発表されたイラスト違いはビナーだけでした。アルセーヌ来なかったですね。ということでビナー重心化の解禁日なんですけども、なんと本日の22時ですね。まさかすぎる発表でびっくりしたんですけども、早速今日から使います。では年末のガチャの情報を見ていきましょう。まずこんな感じで去年とほとんど同じですね。29日は初期確定、30日は振り返りガチャ、31日はオールスター感謝ガチャと追加で劇中震災が開催されます。まず軽く振り返っていくと、初期確定ガチャですね、これに関しては未所持の星6キャラが1体確定で排出されます。限定キャラも出る可能性があるんで、所持数によっては結構高確率で限定キャラが狙えるって方もいると思います。もちろんね、未所持じゃないところからも限定キャラがポロッと出たりもするんで、ちょっとね、誘惑されるガチャですよね。お次、振り返りガチャ見ていきましょう。2021年に初登場したキャラのみ対象となってます。まあ、前期後期で分かれてるんですけども、前期だった場合はアルセーヌ、オニャンコポン、モツアルなどを含むコラボ以外の限定キャラが対象です。後期に関してもエビスだったり機長も含みますね。ただ注意点としましては、去年と同じだったら前期を引かないと後期引けないんで、まあ、どっちかだけ引くっていうことはできないと思います。こちらに関しても星6キャラは1体確定なんで、まあ、どれが当たるかはわからないんですけども、結構ロマンがあるガチャとなってます。最後2回引ける星6確定オールスター感謝ガチャですね。大晦日なんですけども、10連1回目は星6キャラが2体確定、10連2回目は星6キャラが3体確定、しかもそのうち1体は限定キャラとなってます。限定キャラが絶対1体確定でもらえるんで、結構美味しいガチャなんですけども、2回目引くためにはこちらもね、オーブ100個必要なんで、オーブね、あまりない方はご注意ください。ちなみに確定枠のキャラが重心化だった場合はレベルと挑戦系が解放されております。さらにこれ昔のような感じですね。大晦日限定で劇中震災が開催されます。初回のシングルガチャと初回の10連ガチャに関しては星5キャラクターの確率が 24% になっております。ではお次、モンスト年越し&お正月イベント第2弾開催というところで詳細見ていきましょう。まずは英雄の神殿に特エルの園というものが出現します。まあ、1日1回しかできないんですけども、この神殿で配出されるワクワクの実は全て特エルです。曜日ごとにクエストが変わっていくんですけども、基本的にはソロでやる場合は1回しかできません。ただマルチプレイのゲストでやる場合は何回でもプレイ可能なんで、マルチでいろんな方とプレイできればめちゃくちゃ特エルをゲットすることができます。12月30日から1月3日まで開催しております。次は年明け後の新春限定クエストですね。いつもだったら0時から開催なんですけども、今回は9時からの開催となってます。進化後はこんな感じでトラガールタイガちゃんという風になってます。こちらのクエストに関してもケイウサちゃんが登場するんで、ランクアップしたい方はチャンスです。いつも通り初期に期間限定クエストが再登場するんで、運極作ってない方はぜひ。そしてオラコインイベントも開催されます。1月1日の12時からですね。運極にできる新キャラクターは3体こんな感じで登場します。他にもアイテム一部ご紹介というところで、オーブ20個だったり戦型の書もゲットできます。でこのクエストにシジマイオラゴンというものが登場するんですけども、これを倒すことができれば金のオラコインをゲットできます。この金のコインを使うことによって戦型の書、英雄の書、ビスケット、オラコイン1万と交換できるんで、最低3体は倒しましょう。そして来ましたね、新号日アビニベーシャが降臨します。今回は火属性ですね。初降臨日は1月2日日曜日の19時からとなっております。それに合わせまして M4 の攻略ライブもあるんで、お時間合う方は見てください。ではお次、年明け後の重心化回の情報を見ていきましょう。今回重心化回するのはサタンですね。性能見ていきましょう。貫通の超パワー型、ラックスキルがクリティカル、アビリティが超アンチ重力バリア、魔封じ、神王封じ、コネクトスキルで光属性キラー、弱点キラー、妖精キラー。条件としましては魔王族以外が2体以上ですね。
SS は変わらずオールアンチ8プラス4ターン。友情コンボは超絶毒拡散16と攻防アップとなっています。元々のサタンに関しては神王封じ M だったり魔族キラー M、妖精キラー M だったんですけども、キラーの等級を落としまして汎用性が高いキラーをもらってます。属性キラーと弱点キラーですね。さらに超 AGB ももらったんでかなり使いやすくなりました。もともと友情コンボとかで戦うタイプじゃなかったので、友情面に関しては順当強化っていう感じでした。まあキラー対象かなり多いので、いろんなクエストで活躍することを期待しております。獣神化解禁日は1月4日火曜日の12時からとなっております。では最後の情報なんですけども、新イベントの情報を軽く見ていきましょう。1月4日火曜日の12 1月4日火曜日の12時から開催1月4日火曜日の12時から開催されます。まず火属性大千鳥十文字あり、動画の尺的に読み上げはやめるんですけども、この性能に関してはエリミネーターの適性ですね。キラーも持ってるし、ゲージで超 AGB っていうところも偉いと思いました。SS のメテオで雑魚処理とかもできるらしいです。かなりの特攻キャラなんで、使用率はそのうち1位になるんじゃないかなと思います。お次、クラウソラス見ていきましょう。性能はこんな感じです。まあ注目すべき点は、砲撃型の友情コンボですね。全敵分裂弾持ってるんですけども、これはエリミネーターが持ってる友情コンボと同じです。結構威力出たはずなんで、ユークリ発動するとね、なかなか面白いものが見れるんじゃないかなと思います。重力ダメを魔法陣のユニバースキラーなんで、超絶アストラルの適性ももらってます。最後カドケウスロット見ていきましょう。性能はこんな感じで、かなりサポート役ですね。 SS ターンチャージだったり防御アップ超絶爆発持ってるんで、他の味方をしっかり強化してくれます。 SS で敵の防御力もダウンできるんで、後続の火力サポートもできます。こちらもありますね。新キャラ確定ガチャ&オーブ。さらに1日1回無料シングルガチャ開催というところで、12日間毎日無料で、この新ガチャを回すことができます。これはなかなか嬉しいですね。で、このコトブキとタイガちゃんなんですけども、伝説の武具のキャラを編成しても、経由さの出現率アップするんで、よかったら編成してみてください。細かい情報を見ていきましょう。12月30日はモンストの日というところで、ラッキーモンスター集めてると英雄の書1枚もらえます。大晦日の放送なんですけども、19時からライブ配信ですね。モンスト公式チャンネルではプロリーグのファイナル、テクフラチャンネルではエンタメ系ですね。よかったらね、どちらも見てみてください。そんな感じでボリューム盛りだくさんだったんですけども、よかったらね、皆さんの感想もコメント欄でよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。